マッサはイタリア共和国トスカーナ州にある都市で、その周辺地域を含む人口6万9000人の基礎自治体。マッサカラーラ県の県都である。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。中心市街はマラスピーナの15世紀の城周りに発展している。現在のマッサは主に夏のリゾート地として栄えている。地元では、 夏の間に観光客相手に商売をする人が主で、秋から春にかけてはスイスなどの別荘で過ごす人が多い。15世紀から19世紀にかけてマッサは独立した広告の首都だった。広告以後マッサとカッターラはマラスピーナ家とチボイコールマラに支配されていた。1829年以後はオーストリアのエステ家のモデナ公領として過ごし、1859年、 サルデーニャ王国に併合された。マッサには以下の分離集落がある。アルタニャナ、オールディータ、アントナ、バイタ、バーガナ、ベルジェオラ、ボンダノ、ボーモデルポンテ、ボズワン、シエエ、ディチェコ、カレリア、キャンパーエキア、カニバラ、キャパカラ、カソニア、カセット、カーゾン、キャスタグナラ、キャスタグニートラ、コスタグノラ、チャーバラ、チンクエビ、サイラミア、 カドゥーピーノ、クピド、フォルノ、ラジョコンダ、ゴタラ、グランダ、グランジネ、グワジネ、レイアレ、ラベキオ、マリーナディマッサ、ミルテート、モンティーペッペ、オータラ、パリアナ、パルタークシャ、ピアンデラフィーバ、パジー、パニーロ、パニーレット、イルポンテ、ポルノタ、ポーベロモ、ポーベロモマッチェ、プラタ、プリーチ、クエルチョリー、リデ,ディスイージー、リモーラ、リセート、リコルチラ、 リンキアストラ、ロッカ、ロマグナルロンチ、サンカルロテイルム、サンクリストホロ、サンレオナルド、サンロレンツォ、サンタカランタ、イルサント、セーポンティ、トンバラ、ツラノ、バーゲート、レラビレット、バルピリアノ、ゼカ、隣に位置するホルテデマルメは、大理石輸出世界一を誇る、大理石の塊の山を背後に持つ町で、欧州各国からの富豪たちが、 夏の休暇を過ごす隠れ家としても有名。ありがとうございます。